こんにちは。日本画美術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いています。今日の四字熟語は活殺自在です。生かすも殺すも自分の思うまであること、自分の思い通りに他人の運命を操ること、生殺与奪も同様の意味です。使い方は活殺自在の手腕を発揮するとか、活殺自在に振る舞うなどと使います。それでは今から活殺自在を楷書で書いてみます。今から活殺自在を行書で書いています。から活殺自在を草書で書いています。今から活殺自在の創作作品を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。